ありがとうございます。会場の皆さん、こんばんは。角田稲瀬組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず1曲目ですけれども、今からやるよさこいですけれども、こういった鳴子を使って、演舞の方させていただくんですけれども、こちらのよさこいポーチの方が発祥と、言われております。そちらのポーチの方で、大規模なよさこい祭り、昔からやっておりまして、今年で70回を迎えております。そちらのポーチで本場の総踊りである鳴子花というものを第1曲目見させていただきますので、ぜひご覧ください。今も涙のようなことを言う心
直れ。